新州大谷派における文行とは、寺院の本堂や、門徒の家庭における、おうち仏、または携帯することのできる、三折本尊などの前で、合唱礼拝、商名念仏し、経典、下文などを読書することを言う。お勤めとも言う。この項目では、門徒の家庭における文行について説明する。新州大谷派においては、仏音、死音に対する法音放射。 仏徳三端すること。競技場、苦毒を積むため務めたり、祖先の礼に向けて務めない。以下は、人員作法を踏まえた注意である。競技場、形式が重要なのではなく、如来より賜る新人を第一とする。言行は、あくまで法音法者、仏徳三端のためであり、行として務めるものではない。山品本願寺で、正信家を集団で唱える練習する男女。 マサノブゲクンドクズエ1858年により、合唱礼拝時は、朝聖人が最初の輪を打ったら、合唱を説く。言行集州に丸の印が表記されている苦闘の部分は、朝聖人のみ唱える。印がある以外の部分は、全員で唱える。マサノブ念仏ゲグサ句目下であれば、木の地無量寺如来と、全道独名仏商位の部分。語文を拝読するときは、 朝聖人のみ拝読する。その時、朝聖人は、蓮御将に絵げまたは、九字名号を左にして、本尊のある、中心側を向く。朝聖人以外の参拝者は、頭を垂れ拝聴する。時間がないなど、やむを得ず言行ができない場合でも、合唱礼拝、商明念仏は欠かさないように心がける。その際に、臨は打たない。風邪や病気などで、 やむを得ず、ご行ができない場合は、無理はしない。競技場、ご行が欠かしたから罰が当たるという考えはない。手を洗い、洗顔、身だしなみを整える。本尊に一礼する。朝は、花瓶、毛病の水を変える。仏壇内部に、汚れがあれば、掃除する。左手に念珠を持ち、できれば、略肩絹を首にかける。臨頭に火を灯す。電球を用いている場合は、 点灯する。おうち仏の中が暗ければ、金道路をつける。年功適当な長さに線香を折り、火をつけて土豪炉に寝かす。以下は、財権におけるご行の一例として述べる。地方により、細部が異なる場合がある。ご行作法については、自分の所属する寺の住職に教えていただくことが、最良である。所属寺院がない場合は、各地の教務所、 別院に尋ねる。声明を独学で覚えるには、本山が出している CD カセットテープや、市販の解説本に添付されている CD などを参考にすると良い。平時の言行次第、共通の言行次第の詳細は、上記を参照のこと。共通の言行次第の詳細は、上記を参照のこと。修正会、春期悲願会、秋期悲願会。 裏盆会法音公斎末倉地年期法用打式を、祝仏花は季節に応じてただ指針を末にして、狩猟即昇降する区下に白餅か、杉森花束法名前も、仏句を備える、かだ、漂白故郷、無料受刑巻植え化した、または未無料受刑か、または、阿弥陀共教五丹念仏村げ、念仏眼昇下念仏山三頭和山三首引き、四大小栄光文法は、または、 元大谷派が行っている、査定家だ。先受けみだ氷白五教。無料受刑か、肝無料受刑か。阿弥陀行読み切り正信下念仏は三へ行。五分法は正月明日打式主老足。九月杉森家、白持仏九を大や昇進下行四も、が念仏三、五十三。和三六区引栄行世存は外進化。外よかれ等徳独女分を日中分類寝相四。 メシタネンブツさん53は36首引へこう願いに、ありがとうございます。